ンポン。うめえ。何食べとるん？これですこれ。おったらたらしてんじゃねえよやないか。懐かしいな。最近駄菓子熱が再燃しちゃいまして。ああ、確かに先生、駄菓子好きやもんな。あかりちゃんは駄菓子好きですか？もちろんや。昔は、近所の駄菓子屋でみんなで集まって遊んだもんや。そうなんですね。ああ、そこのスナック菓子を砕いて作るもんじゃ焼きがまたうまくてな。ああ、あのけ。何か言ったか？ごめんなさい。ところで、先生は何の駄菓子が好きなんや？って聞くまでもないか。先生が一番好きなのはあれやな。イエス！一本10円。味も豊富で様々な世帯から、愛されるスティック形状のスナック菓子。太い棒！それはただの太い棒だよ。うまい棒やろ。あとは、とてもイカ臭い。イカ臭い言うな。その食感と酸っぱみが癖になる。さっちゃんかい。垣間見えるドラマ感。よっちゃんいかね。あとはちょっと駄菓子ではないですが、コアラを前面に押し出した、チョコレートお菓子の大定番。コアラのマルチ。ネズミコウの仲間かな？駄菓子はよく学校の遠足とかで持っていきましたね。ああ、あったな。おやつは、一人300万円まで。祭り屋台のおっさんみたいなギャグを言う先生やったんやな。みんなで仲良くお手手絡めてレッツラゴー。言い方神だな。バスの中でお調子者の男の子が先生に変な質問をするんですよね。ああいそう。先生、パンツ何色ですか？やだ田中くんったらエッチねえ。黒のボクサーパンツだぞ。男じゃねえか。先生、ブラジャーはしてるんですか？ははは、先生はしてないさ。胸毛がボーボーだからそれがブラジャーの代わりになってるんだ。いらんいらん。おっさん先生の胸毛事情とかこの世で一番不要な情報やる。やめろや。バス降りて遠足地へ向かうときやっぱり大人と子供で歩くスピードが違うものですから。せやな。スピードを合わせるために、ふむ、先生に子供を採用しよう。解決法がアクロバティックすぎるわ。先生が子供に合わせてください。でもそれでイライラしちゃう先生もいるんですよね。そんな先生おるんか。その先生、子供に向かってこう叫びました。タラタラしてんじゃねえよ。あ、これオチかな。ありがとうございました。ピンポン。胸につけてるマークは新鮮。新鮮ではないな。ウルトラマンやん。あ、あかりちゃんご存知ですか？まあ有名やからな。名前だけ知ってる。詳しくは知らん。最近のウルトラマンがヤバすぎると巷で話題に。そうなんか。はい、これエビデンスね。筋肉すげえ。こちらもどうぞ。ウルトラマンってなんやこれ。私も知らない。おい、いや、でもウルトラマンはすごいよな。昔から、子供の心を掴んで離さないヒーローやもん。しかし、その輝かしいイメージからは想像もできない彼の裏の素顔。あなたはご存知だろうか。やめろよ、バカタレ。昔は、ウルトラマンごっことかもやりましたね。ああ、確かにやっとる子おったな。じゃあ私怪獣やるんで。あかりちゃんは、ウルトラマンやってください。まあええけど。で、うちウルトラマンよく知らんやん。そもそもウルトラマンって喋るんか？は、そういえば。アクション、やウルトラマンやぞ。悪い怪獣め、やっつけてやる。くらえ、筋肉バスター。お願い、なんか喋ってや。お茶でもいかが？もてなすんじゃねえよ、暴れろや。やウルトラマンやぞ。悪い怪獣め、やっつけてやる。くらえ、筋肉バスター。やウルトラマン。録音したんじゃボケーえ。ピンポン。そういえば、どないしたんや。あかりちゃんっていつも関西弁で話してますけど、関西生まれでしたっけ？いや、ではなぜに？かっこいいからや。なんやねん、その顔は。いや、関西弁と言ったら、某姉妹の赤い方を思い出すって方が大多数でして。あ、回せやろな。でも、誰が何と言おうとうちはうちのスタイルを貫かせてもらう。じゃあ、今日だけでも使う言語、交換しますか？あかりちゃんが標準語、先生が関西弁というのはどうでしょう？ほう、おもろそうやな。了解や。では、用意。アクション。あ、ゆかりちゃん、こんにちは。ヒロー、あかり。関西弁を使えや。あ、しっけー、ボンジョルノやあかり。矢をつけたら関西弁になると思ってる？ボンジョルノやであかり。手が不足してたわけじゃねえんだよ。根本的な問題だぞアホ。しっけー、しっけー。鳥しばいてました。何をしばいとんねん。鳥見出しましたやろな。鳥見出しました。言ってねえよ。なんで急に鳥見なきゃならねえんだ。そのよだれを吹けば語れ。たく、先生は今日何されていたんですか？イワシをしばいてました。なんで？あかん。何が？イワシをさばいても歌。字が違う。うちは無実や。なんでおめえも関西弁なんだよ。群れで泳いで群れ群れの系なんてやだー。何の罪なんだよ。そんな群れたんか自分。問答がおかしい。判決、三枚おろし。死刑じゃねえか。というわけで。はぁ、どうでしたか？よくわかりませんでした。はぁ、それはいつものこと。こいつ殴りてぇ。